そうですね、あと5分ぐらいははい。はい。ですね、まあ、ぜひ、大体の日本経済を壊しちゃダメだということなんですね。まあ、かつては良かったわけです。1人当たりの名目 GDP。これはですね、まあ、新聞見るのが楽しみなところもあるんです。1人当たりの GDP が世界一だということを内閣府が毎年のように発表してた頃があったんですね。ところが、後になって、ルクセンブルクがもう過去に、まあ、遡って計算し直してみたら GDP は日本以上になっているので、まあ、日本は2位。でも、いいといえども、世界最高レベルにはなったんですね。それが、まあ、緊縮が続き、プライマリーバランスが出まくりだして、ずっと下がってきて、最終削減。削減っていうのは、まあ、国民からお金を取り上げるということでありまして、社会経済、成り立っていかないのは当たり前なんですね。でも、それを続けたために、どんどん、それでもまだやるんですね。今度、先月から消費税が上がりましたけど、まあ、それに対して強い反対が出ないっていうのが理由らしいですね。まあ、お金さえ国民に渡せば、日本は今より軽くというふうになれる。そして企業もまた活性化するんですが、まあ、国民の理解がない。低インカムを支持する人は、ちょっと考え方違うんじゃないかと期待しておりますが、日本経済復活の会、今の経済じゃダメだよ、ね。貧乏にするだけじゃない、ということですね。最強勢力だって、かつて世界トップだったのが今30人ぐらいだと。株式時価総額のシェアも32%あったのが、8.6%下がっていた。で、ニュースで随分上がったんですが、上がって見えるけど、まだまだ、このくらいか。で、企業の時価総額ランキングだって20位以内に、ちょっと減るしかないんですね。今は、ガーファとか、マイクロソフトとか、アップルとか、そんなところが上位を占めて、日本は10位以内に下もないと。で、世界の長寿番組はなんと10位以内に6名も入ってますが、今はもう10位以内に誰もいないし、100位以内まで広げてもまた2名しかいないというので、まあ、どんどん日本は貧乏になっているということです。どうして貧乏になったかというと、ね、厳しくやって、国民からお金を取り上げれば貧乏になりますよ。これやめさせましょうよっていうのが、私の会の活動で、世界の GDP に占める日本の比率っていうのが、もう18%近くになっていたんですが、それがずーっと落ちて、今や伸びたんですね。こんなに貧乏になったんだけども、もっと貧乏にしようっていうのに増税するんですね。まあ、財務省のホームページを見ていただければわかりますが、ちょっとバカなことを書いてあるんですね。日本の財政を家計に例えると、1世帯の月収が50万の時に、1月の生活費80万、1つ5万借金ってやってて、どんどん残高は積もりにも積もって、8400万円にもなった。これは大変だ。だから増税しましょう。は緊縮財政やりましょうって言うんですが、まあ、これ、まあ、逆に嘘ですよね。こんなんだったらもう完全に破綻してますから、破綻するような家計でしたら、借金踏み倒すんですよ。つまり、日本国債、関係になりますよというような、話です。あるいはですね、この家計は、
実は通貨貢献持ってるんで、お金を自由にすることができるんですね。国から臨転機を与えられてるんですね。どうぞ1万冊いくらでも吸ってくださいというように言われてる家計なんだと。だったら借金があったというのは何もないじゃないかというふうに考えなきゃいけないわけですから、ですから、この最後の方にですね、この家計はお金を自由にすることが許されるんですよというふうに書かないと。この財務省は嘘を言っているということですね。これを喋るんです。言わないんですが、どうでしょう、質問に移りましょうか。